そういえば息子直樹どうしてる？うん、とりあえず今は家にいるんだけど、うん、ちょっとその息子のことでいろいろ話があって、うん、いやそうじゃないかなと思ったんだけど、うん、またなんか厄介なことに巻き込まれてるとか、なんか悪いことし放題で、うん、警察からいっぱい電話もあるし、うん、ちょっと困ってんだけど。でもなんか他でアルバイトとかそういうの全然してないわけ？何もしてない。提案だけどね、変な話うちのボスのとこに預けてみたら？でだからヤクザのところでしょ？そう、うん、もちろん、うん、それはちょっと嫌だ。他の団体だったら俺もほら紹介はちょっとヤクザだなんてね、紹介とてもじゃないかできないけど、でも地元の人たちはみんな知ってるわけだし、やっぱり熊谷っていう人がまあその若い頃から今のこの、うん、ポジションに来るまでのやっぱり歴史をみんな知ってるから、うん、だからそこだったら間違いないとこだし、うん、うん、ねえでもそう言ったら、うん、ねえうちの親にも言えないし、うん、人にもねえ言えることじゃないし、まあ、でもヤクザの世界っていうのはやっぱり礼儀作法から、うん、それまでやっぱりその人間性をその教育するための我慢強さ、うんうん、最終的には自分が決めることだから、そういうのは、うん、もちろん本人だって子供じゃないんだから自分でね、ヤクザに将来なるのかならないのか自分で決めることで、うん、まあ修行ったってそんなね、例えば1年なら1年っていうそのスパンでねやるわけだから、まあ一応ほらそれはお母さんに聞いてね、一応断んないと俺も勝手にじゃあ子供に連れてきますなとは言えないから、うん、ただ純ちゃんさえよければ俺から息子さんに話はするけど、うん、よし行ってくるわ。はい。どうです、入ります。失礼します。あのこちらが渡辺の、あの息子で、あの直樹言います。はじめまして、渡辺です。それ失礼します。はい、失礼します。ちょっと俺聞いたよ。はい、お前の母親もお前みんなお前親もお前みんな同じ町の出身で、お前中学もみんなお前みんな一緒みたいじゃないか。はい、うん、どうだよこの世界どう思う？まあ正直ヤクザっていうと、うん、まあ、周りにそういう人間がいないのもそうですし、まあ、中には映画とか本とかを見て、うん、まあ、結構知ってる、まあ、友達にも いるんですけど、僕はそういうのも見なかったんで、正直今までほとんど無縁の世界だったんですけど、まあ、今回僕がまともな職にもつかずちょっとフラフラして遊んでまして、でその時今井さんに話をして、まあいい機会だから、まあ、修行をしにこちらにこっちに来た方がいいんじゃないかって話をもらいまして、でまあ自分でも悪いと思ってたんで、そういうフラフラしたりするのは自分でもいい機会だなと思ってこちらに伺いました。まあこれから高校でな、はい、修行するにあたってお前いろんなことあると思うよ。はい、うん、やっぱりお前ねえ修行してお前いいことばっかりあるわけじゃないし、ねえ人間関係も難しいし、はい、なただお前が修行するにあたって、はい、もちろん初めての経験だからね、
そのお前が見るもの、はい、感じるもの、な、はい、体験するもの、はい、ね、いいこと、悪いこと、これ全部勉強だ、はい、な、ただ自分でいいと思うことは吸収し、はい、悪いものは全部切り捨てろよ。それはお前の自分の判断でお前がやれよ、はい、自分で感じたことで、はい、うん、で頑張ってやれよ。ところで今いくつなんだ。二十歳になりました。二十歳か、はい、じゃあ今の20代にお前の若者にはまあそういう頭が流行ってんのか。え、ちょっとこれが別に流行ってるわけじゃないですけど、うん、ちょっと切りに行く時間がなくて、うん、はい、でもやっぱり修行するのにはな、お前、はい、やっぱり身軽に動けるようにお前髪の毛はやっぱり、ああ、なあ、はい、そのボサボサ頭よりもお前、はい、短くして、なあ、やっぱりいつでもお前パッと動けるように、はい、した方がいいから。分かります、はい、だから明日でもとか言ってさっぱりしてこい、はい、よかったな。分かりました、うん、いや、そろそろ失礼しますね、うん、失礼します、うん、頑張ってやるな。はい、ありがとうございます、うん、失礼します、うん、失礼します、うん、今いくつなの。今二十歳ですね。いいなぁ。いいですか。いい、うん、僕が二十歳の時は暴走族だったんだよ。ああ、本当ですか。うん、君はそれでやんなかったの。いや、16の時一緒やってたんですけど。あ、そう。一日だけなんですよね。一日だけか、はい、一日で卒業。卒業っていうよりも、なんだろうな、まあ、友達がまあ俺をどうしても入れたがってて、うん、でまあ行ったわ、まあ面倒くさいから行くかっつって話になって、うん、でやるっつったんだけど、うん、その当時に、うん、パンチにしなきゃいけないって言われて、うん、頭を、はい、はいはいはい、それは嫌だなと思って、うん、それしなきゃいけないんだ俺、やめますと、うん、そう言って、それで一日でやめちゃったのか。それで一日ですね。これ着替えて、はい、あ、それもう着ないから、はい、今日からこれだからな。はい、わかりました。それ服捨てちゃえ。わかりました。失礼します。こうやってこう90度ね。90度、はい、部屋はまあ前でも横でもいいから、はい、あの深々のちゃんと気持ちを込めて失礼します、うん、やって失礼します。もう一回やって失礼します。そうだね、まあまうん、あとはもう気持ちを込めてちゃんと、で出るときは失礼しました。失礼しました。うん、そう、朝最初に来たときは、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます、うん、ここが、はい、組長のコップと、はい、うん、飲み物とか、これは組長のやつな。全部組長のやつ、はい。あとお客さんのコップと、はい、これは本部長のコップ。ああ、はい。この辺が、はい、お客さんとかのコップな、うん、若い人が飲むコップ、はい、でこっちから上が全部組長のやつ、はい、食器かな、全部組長のやつ、はい、うん、おしぼりこの奥の右側のが組長のです、はい、でこれが頭です、赤いのが、はい、でこれ本部長です、はい、で今ちょっと減ってますけど、こういう客人来た時出すようになってますから。うちのポット組長です、組長専門ですよ、はいはい、でこっちは若い人とかみんな使ってますから、はい、はい、間違いないです。わかりました。でこの冷蔵庫が組長の全部、あ、そうですか、うん、はい、食事の配当から、はい、この冷蔵庫に組長よ。わかりました、うん、コースターお願いしていいですか、うん、畳み方も決まってるわけ。畳み方も決まったよ。で、こう二人でも入って、はい。な、はい。失礼します。まあ、ローシボイか。はい。
この時に、はい、名前が後ろこちらで、これがですね、名前がこっち、はい、こう座ってた、はい、で、おしぼりが右、はい、で、失礼しました、失礼しました。お願いします。池さん、年いくつなんですか？26、うん、俺こう見えて二十歳なんですよ、まだ。ボケどんな、え、よく言われる、うん、ちょっと直樹、ボケすぎやな、ちょっと。ボケすぎですか、うん、そこまで言いますか。今日でもまだ俺会ってない人がいっぱいいますか？おる、バウル。なんか緊張しますよね。うん、最初はな、やっぱりな、うん、緊張するやろ、うん、怖い人とかいる？いや、怖い人、怖いとは俺へのちゃう、うん、そうですか、うん、怖い人いないですか、こういうところで。いるって普通イメージあるじゃない。いや、大丈夫やろ、うん、そうですかね、うん。その舞台は汚れた都会、コンクリートジャンゴ、さまよう孤独なバボー、夢詰め込んだバッグ一つで状況、何もわからん状況、冷たい風がここを突き刺す、そったれた街な牙を引き出しようね、自分との葛藤は迷う分岐点、一つの答えを決める、ガシか一か八か、人生かけた選択肢間違うことは許されない、この街か惑わすところだし、進むビルの谷間かけら外れれば夢が壊れる、迷い続けついに追い込まれる、右か左か見えない、滝は他人は教えちゃくれない、デッドアライ永久終わらない、迷走デッドアライ迷宮探し出せ成功。こっちは企業でしょう、宣言、企業、暴力団排除、宣言の店、警察から出して、でそこのオーナーさんないし責任者レベルの人たちが集まって、その地域地域のあの警察、まあどっか会場を借りて、まあ、それは警察の場所でやるのか、どこでやるのかはわからないけど、そういったところで、まあ警察が例えばこのエリアだとこのエリアにどういう組があって、何団体あって、どういうことをその店に、例えばこの店を構えてたら店に対して要求してくるものだとか、そういうものを一切受け入れないようにしてくださいと、いろんなその、まあ、豆知識的な部分、まあ、一般の人がわからない部分だとか、そういったものを やってると思うんですよね。初めはね、なんだこりゃって、憤りと憤慨と、うん、我々を排除する、とんでもないと。今はね、気にもしたことないしね、いち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 、じゃあそういうふうなこういったねステッカー作って、うん、ガタって、あ、出会いしないでくださいと言うんだったらしないで、でもしないなりにそういうまた違う生き方をまた探せばいいことだし。私がここの町へ初めて来たことがあるのが小学校4年生ぐらいの時に、この品川区内でも特に暑い、このアーケードの中でですね、だから
大井町に私はその頃大井町へ住んでて、大井町から伝統支線というものに乗ってわざわざここまで買い物に来た記憶がありますよ、ね、その時何十年後か未来にここでその底の蝶へね立つなんてのも私も全然夢にも思ってもなかったし。失礼します。お茶を申しました。失礼します。失礼しました。失礼しました。まあ、彼からやっぱり話しかけ、私に対してその自分のこれからの進路に関して話しかけるということはできないでしょうから、どっちにしても私の方から彼にボールを投げてあげなきゃいけないと。まあその時期というのは私なりに判断して、ああもうそれはこうやって私がこう事務所へ来て、それなりに見てないようでやっぱり彼らの動きというのは私なりに見てますから、ちょっと目痛いわ、ちょっとこれ入れたのを入れてるんですか。うん、入れたで。どんな味ですか。どんなんですか。うん、口に言うの。こんなんすか。いや、でもこんなんは、ほら、これはな、こう、見切りは入れてないな。ここまで入れたらすごいですね。すごいな、これ。ここまで入れたらかっこいいですね。かっこいいな。かっこいいですね、これ。かっこいいです。これ意味あって入れてるんですか。意味あるやろな。結構みんな入れてるんですか、やっぱ。こういうとこいる人。うん、入れとる人多いな、やっぱ。な、直樹も入れんの。いやまだ考えてないですけど、うん、ちょっとしたのが入ってるんですよ、うん、タトゥータトゥー、タトゥーですね、入れ墨ってよりもタトゥーですね。よしよし、失礼します。いよいよ、はい、熊谷組の、また熊谷マート氏自体の考え方としては、やりたくないものを無理やりさせる必要もないし、やめると本人が、やめるにあたっては何かもちろん理由もあるし、理由を聞く場合と聞かない場合と、それはその人、人間人間によっては私もケースバイケースで、やりたくないと、もうでもその聞く聞かないはやっぱりその姿勢、今までやってきたその人間の一生懸命やってここがあったりしたのに、なんでやめるあれがあるのかなと。でもそれでもやめるというようになったら、これはただやめるにあたってはしっかりとしたけじめというものをつけて、きちんとした形をあれして、さっと去る、もちろん名前を語るとか元ここへいたとか、そんなことはさせないというふうに、まあ組によって違いますけど、私の考え方はやりたくないものをいさせる必要もないと。
というのは私自身の考えであるし、またそれはこれは変えるつもりもありません。昔は指を詰めたりなんだりというやり方をしたと思うけど、今の時代に指を詰めて、じゃあその人間が社会で生きていくにあたって指がなかったらやっぱり勤まるところでも勤まれない部分もあるし、そういったけじめじゃなく、ここでの出来事は全部頭の中からインプットしたものは消せと、また熊谷という名前も忘れると、後悔もするなと、振り向くなと、そういうふうな自信があるんだったらやめろと、熊谷のくの字も出すなと、と町からされと、これがけじめですね。まあこれ簡単、まあ昔よりは簡単になったと思います。コンクリートの壁が行く手を阻む、選び抜け一つの回答を、てめえが信じた方進め止まらん。 You're motherfucking 大東京、地の果て命の果てまで、 Yeah let's go。 じゃあおはようございます。おはようございます。あの2005年大掃除始めます。来年が新たに綺麗に迎えられますように、また組長とか幹部が綺麗に気持ちよく迎えられますように、丁寧かつ敏速によろしくお願いします。トマール勝久直樹が組長室、応接間が染谷平石原田高木君側のこの真ん中、はい、若者室台所が下田中原小林金内、綺麗によろしくお願いします。はい、これなんかいるとこない、これか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 、コウスケさ、うん、家にポスターとか貼ってんの？前は貼ってたけど今は貼ってないの？貼ってんだ、うん、これポスターじゃねえけどさ、うん、あれだよな、普通芸能人とかのポスターじゃない？貼るとしても、これ自分の、まあ、これもポスターっていうのかわかんないけどさ、自分飾るってあんまねえな。そうだけどやっぱすげえな、すげえな。そうだな、他の事務所とか行くともっとでかいの貼ったりとかするけどな。コウスケもいつかこういう風になりたいわけ？なれたらっていうか、それではご判断ください。
中締めの温度、熊谷組はい、いたします。激動の一年でしたが、それでも組長のこういう大事な時間をいただき本当にありがとうございます。3本締めでよろしくお願いします。よーよよ、秘書やってる人間が裁判で裁判官に職業は何ですかと聞かれた時にヤクザですと、ヤクザという職業は何をするのかなと、甲子園に乗ってるのが、まあ、ヤクザという意味は乗ってるけど職業として乗ってるかと言ったら、これこうちょっとこれも私はちょっと職業としては乗ってないんじゃないかなとちょっと思うんですけど、まあうちの若い衆もいいこと言ったなと、いや普通一般的にはそういう時っていうのは無職とか自由業だとか裁判で、結局無職だ自由業だ言ってもあなたヤクザじゃないですかと言われるわけですから、切れ事言っても、でも無職だ自由業だってこれ切れ事かって切れ事じゃないと思うし、それだったら正直に裁判の中法廷の中で堂々とヤクザですと、私は職業ヤクザですと、男らしいじゃないですか、でヤクザやって何をするんですかと裁判官が聞いたらしい。男を見分けます、他の仕事でも男を見分けんじゃないかと、これ裁判官もいいこと言ったなと、私その話を聞いて、いやこれはいいこと言ったなと、磨くって気持ちがなきゃどこの世界行ったってその裁判官にも反対に、私が反対に言いたいですよ、あなた男を磨いてるのかと、法を無視するため、まあ無視っていうかためっていうか法に背中を向けて生きている人種ですから、そっと裏から表を見てどうやって我々が活性化していかなきゃいけないかっていうのが今のヤクザがやらなきゃいけない、我々のこのヤクザ社会も表のビジネスにね手を染めるようになってきて、大概の我々の同業の人間が表のビジネスをやりだしてきた。でもね、そんな中でもやっぱりこうやって裏の社会で生きてアンダーグラウンドの世界がある、そのアンダーグラウンドの中でやっぱり我々の法律っていうのは未だ存在し、いくら表の 法律が厳しくなってもね、我々は我々の社会のルールがあって、まあ、こちらは表の社会、ここは境界線、ただこれは一番初め約束しましたよね、ここから向こうは見せるわけには、また語るわけにはいかない、そういうことですね。これが、失礼します。失礼します。失礼します。年頭の挨拶をさせてもらいます。平成18年を迎え、新たな1年のスタートとなりました。しかし業界全体も厳しい、年々厳しくなっているのが現実です。しかし熊谷組組員一同は積水精鋭の気持ちを内に秘め精進していく所存でございます。今後とも
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ、簡単ではございますが年頭の挨拶に変えさせていただきます。平成18年1月1日年頭の挨拶、石井千代蔵、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな今年も健康に留意して頑張ってってくれ。はい、はい、マリシュ、はい、マイクは落としてもらう。失礼します。いただきます。頑張ってるな。はい。おはようございます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 。あと当番入ってる人間。何か。いただきます。失礼しました。はい。いただきます。失礼しました。つかおせち食べないかな、お正月なのに。肉なんかいつだって食えるじゃん。こっち食べな、こっち。これそんで、えそんで何が最近の生活は。別に別に変わんないよ。何やってんの毎日。掃除。え掃除。どこの掃除。え何の掃除。何のって何。ああ、ちょっと駅の掃除すんの俺。それ家で掃除もしないくせになんで掃除とか言っちゃう。それも真夜中に、うん、思い立ってやるぐらいでしょ。いや、しょうがないじゃん。ちゃんとできてんの。うん。へえ。偉いじゃん。買い物。え買い出し。うん、飯の。うん。とか、うん。ご飯作るのじゃ。うん。何作るの。俺あんま、俺メインではやんねえけど。俺あんまできないから。できないよね。作ったことないもんね。野菜炒めしか。親指切ったし、この。なんで。もうやらない。どうしてみな。いや、ないよ、もう。見える。右。あれ、銃持ってんじゃん。ただのハゲオヤジじゃん。あれ俺。バカじゃん。あれ俺だよ。いや、ちょっと待って、黙って、かっこいいから。ちょっと黙ってた、本当に真剣に黙ってた。でもそんな好きやいかわしょ。大好き。そうか、別に。もうめちゃめちゃ大好き。ハゲオチリキのかっこいいからな。いや、ちょっと無理。こういう役者映画ってさ、あんま出ないんだよな、事務所のシーンとかって。シーンワンシーンでは出たりするけどさ。シーンって何。え、説明めんどくせえな。ワンシーンでは出るじゃん。うん、例えば何かの場面で映画でとか訪れて誰か客が来てとか、うん、そんなんで映るけどさ、うん、あんま中の生活とか映んないでしょ。ああ言えてない。俺あんま薬剤が見ねえから分かんないけど。私は見るね。出なくないあんま。あ、そういえばそうだね。こういう外とかなんかちょっとしたいいとことかだよね。
今の調子どうすか。もうちょっとなんか聞こえて喋って。もしもし。はいはい、取れる。取れます。今日良子やな。良子です。はい、ありがとう。よっしゃ、これでオッケー。みんな持ってんすっけ。警備、もうみんな持っとる。まあ、直樹も持つ時期が来るん違うか。どうすかね。行ってます。いらっしゃいです。行きます。行きます。いらっしゃいです。俺この前初詣のシーン撮った時に俺のこと俳優だと思ったかもしんないけど、サイン頼まれちゃって、とりあえず渡辺って書いておいたんだけど、てか母さんやっぱ映画の最後出た方がいいんじゃん、顔出しで。愛情を求める若者たちというのはやっぱり基本的にこの世界っていうのは多いと思うんですよね、だからそれだけにやっぱりその新しい父親というよりも血のつながってない他人にがそんだけの、例えばの話、自分の両親にやってもらってないことを他人の親代わりの親いわゆる親ですよね、親代わりだからにやってもらったというこの気持ちというか、この受けた恩情というか、これをがやっぱり義っていうものにこう変わっていくんじゃないのかなと、いわゆる義理と、おはようございます。5月29日ですね、うちの会長が亡くなったのは。私は個人的に墓参りも毎月29日には行ってますし、これ傾けで会長自体が、会長ご本人が、会うちの会長が辰年なんですよ。ドラゴンの刺繍したこれジャージの上下なんですけどね、片目を開けていただいて、こ上下で、その会長おしゃれですからね、ちょうど体型、まあ体型私よりも全然ありますけど、せっかくこう会長のものを着れますから、このジャージは着させてもらいましたけど、まあこれはまだ一回も着てないんですけどね、一番もちろんこの片目開けも大事ですけど、私が直系組長になった時にその時の杯です、結んだと、その時の杯大事、もちろん私だけじゃなくて杯いただいた直系組長の皆さん、また総長の皆さん、大事にみんな取っていらっしゃるだろうけど、みんなめいめい心の中で、個々の心の中で会長が存在してんじゃないですかね。私はそう思いますよ。またそうでなければいけないと思いますよ、我らの世界は。もちろんやっぱりこの世界入った時に、まあ、家庭を捨ててっていうか縁を切った気持ちでやっぱりこの世界に飛び込みましたからね、片目開けいただいたり、そういうふうに置くようになってから、自分の父親のものは置いてないけど、自分の忘れかけた自分の父親を思い出させられた。
先日はどうも若い氏がお世話になって、いやどういたしました。本当にこちらこそいい経験させていただきありがとうございます。いいお湯でみんなが喜んでました。どうもどうも、はい、お時間ありますか。はい、じゃあちょっとお茶でも、はい、ありがとうございます。いやもうね、うちの商売もこうやって石井さんの相手できるかちょっといただきます。暇でね、はい、あれですけどもう少し経つとお客さんも来るんですけどね若い衆はあれですか、風呂屋なんか行かないんですか。いや、入れるとこと入れないとこ今あるじゃないですか。あ、そうね、まあほとんど入れるとは思うんですけど、うちなんかは別に全然そんなこと、はい、気にしないで、ぜひねいらしてくれて、むしろ歓迎しますね。ありがとうございます。今度はうちの息子がなんかこの映画のね、はい、音楽をやるって言うんですけど、私は今の若い人たちのなんだかヒップホップだか、はい、なんだかって言われてもピンとこなくて、うん、どういう音楽をやってるのか、はい、そうですね。できる時きっと失った時なんだろう。15年社会に出たせいか、傷つきながらも気づかされた。荒れた時期なんていい例で、言葉少なく表情は冷静で、決して答えじゃなく一つのヒット与えるだけで正しい一歩。一人の男のプライドがそこにあって、いつかはお前だって語りかけるどでかい影。なぜか明るい視線で22年を生きた結果、返す言葉は負けるか。 I'm N-O-F-E-A-R 無論感謝の気持ちを握りしめて、you
日お前晴れたしよ。よかったよな。でもお前よ、サンセットお前いつも雨降るけど、なんかジンクスあんのかあれ。射程会社が言うにはなんか、水の神様とかなんとかそんな話されてました。観音様、観音様いつも泣いてんのか。どうなんすかね。え船長観音様ってもう、慈悲深いのかあれ。慈悲深いじゃん。はい、俺分からない、俺カトリックだからもう、直樹なのですが、おじさんが壊れるとのことで、1時間ほど前に出しました。まあ、連絡は入ると思いますが、1日休み与えます。よろしくお願いします。本当お前一生懸命やっちゃそうだな。だからお前今日三社だし、お前三社祭りも出てたろうと思ったのね。はい。じゃあよかった。それはその件分かったからよ。じゃあお前、はい、事務所残ってる。わかりました。はい。失礼します。よしよしおはようございます。あっ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 落ち着かないから決勝本部から戻ってきて。機動隊ですよ。そうだ、機動隊なんですよ。だからまず何だよ、行きましょう。だからよ、あれだぞ、お前あれしたらみっちり行かれるぞ。あのな、もしよ、あんまり調子込んであれしたら、だから引きずるしみっちり来るところから。いや、半端じゃないですよ。だからもうパクられるじゃないですか、もしないのか。さ、くちゃんくちゃんにされますよね。そうだな。こんなくちゃんくちゃんされると思う。
店街で、はい、昨日の今日なんで一応まあ直樹いるかなと思って探してるんですけど、はいはい、パチンコ屋とか一応回ったんですけど、とりあえずはどこもにも見当たらないですね。分析点ができるんです。事務所の方とか戻ってきてますよ。いないですか。そうですね、分かりました。じゃあまあ何か連絡あったらまた連絡してください。じゃあお願いします。はい、戻ってきてるんですよ。はい、向かってますね。飲み屋の方とかでも探してみたらいいんじゃないですか。知ってます。お失礼します。はい、そういえばよ、はい、最近直樹見かけないけどよ、はい、なかったのか。すいません、あの三社祭りから連絡取れないです。一生懸命したのにな、はい、なかったのか。はい、じゃあいいよ、かった。はい、失礼しました。知らん間に、僕の知らんへん、わからない間に、おれへんなるから、いなくなるから、ちょっと、なんとも言われへん。相談されることもなしに、急にパッとおれへんなるから。わからへん。まあ、我々の世界で言い方で言えば、老けた。うん、だそこから。事務所からいなくなった時にやっぱりそれをシビアに考えれば去っていったものを追う必要もないし、とんでもないと、裏切り行為だという自分と、それとやっぱりどうか自分に不足している部分があったのかなと、と心の中で反省しながら、最終的にはでも去っていくってこと自体がやっぱりそういう、ね、現実とやっぱり一生懸命残ってやってる人間たちに対してのけじめで、そういった部分でやっぱドライに考えなきゃいけないなと、うん、だから冷たいと思われる部分もあるかもしれないけど、そういうシビアさも必要なんじゃないですか。うん、でもその中で自分なりにやっぱり若い衆が去るということにおいて、組織、まあ、会社でもそうだけどね、我々ヤクザでも組織だから、その組織のこの形態に作るのはやっぱりね、いちいち全部私が1から10までやらなくても、そのポジション作りね、政治の世界でも何でもそうだけど、私長としての立場として作り上げていくわけでしょ、ピラミッド化していくわけで、その私がそういった部分で、そのじゃあ後先こう人間のあれを間違えたんかなとか、うん、これはこうしなきゃいけないんじゃないかなとか、直樹の場合は正式に組にはっきりしたわけじゃないし、まあ親からまあ、どうにも手がつけられないという条件のもとでね、だから誰かの若い衆だったとかじゃなく、まあ、そういったもうどうにもな、親にも親が手をつけられないから、まあ、うちで預かってる状態であったわけだから、だから正直言って親ともあって、ね、まあ親にもね申し訳なかったと、うん、預かったのにちゃんと教育できなかったということに関してはね、いいにつけ悪いにつけ預かったんだから、戻るか戻らないかというものに関してはね、
はっきり言って彼の場合は見えない。新人類の中のまた新人類っていう人間たちをが、じゃあどうこれからそういった我々のこのヤクザ社会を本当に心から憧れね、どっちかというと自由はないね、かといって経済的に給料が出るわけでもないね、また上下関係厳しいと思うしね、うん、そういった部分で今の若い子たちをどうやって夢と希望を与えなきゃいけないかっていうことが課題に感じますね。眩しい光が突き刺すギリギリ、イラつく日差しは日に日に熱く、広くて気持ちをよしじゃないじゃ、この夏の太陽俺には酔わない、誰もが浮かれる憧れの真夏の夢、周りに煽られることもなく、ただ静かに時を待つ、過ぎ去れこの孤独の夏。焼き追いが呼び覚ます、古い記憶思い出がのしかかる、ガキの頃手放し裸足で走る、無邪気にはしゃいだ暑い日々、もうあの夏は戻らない、まして大人に夏休みなんてもんじゃない。
今回ね人事異動があって、まあ今まで幹部という肩書き持って、まあ役職の肩書きかなあって、この都政ずっと関与やってきてだけど、先ほど言った通りな、人事で肩書きってものがなくなって、まひらになって、まあもちろんそのひらになるにあたって自分自身がそういう肩書きをなくすような行動を取ったからね、こういうなって幹部から全くの平にね、真っ白な肩書きになって、振興団組織で会えるけど若い氏がいるんだし、その若い氏と共に、まあ、それで再スタートして頑張ってやっていこうかなと、そういうふうに思ってますよ。お祈りしてくれたことを心から神父さん感謝します。お失礼します。今回のよ、はい、秘書の件に関してお前自分から率先してお前手挙げたらしいじゃないか。はい、男前そのぐらいのやっぱり気合い入れなきゃな。はい、ただそれでそれからお前幹部連中がみんなでお前協議した結果、お前お前でどうですかと、はい、いうことで射程頭からよ、はい、話が来て、はい、なのでそのぐらい自分自身でお前気合い入れてんだったら、はい、ね、自分でそういうふうな気持ちを持ってんだったら、はい、分かったと、はい、いうことだから、はい、俺もそういうふうにじゃあ納得したからよ。わかりました。な、秘書としてお前、はい、な俺についてけ。はい、はい、わかりました。ついてる以上、はい、見ざる聞かざる、はい、言わざる、はい、な、はい、これだけで俺が言いたいことは、はい、そういうことで秘書として、はい、頑張ってやってくれ、はい、な、お、よろしくお願いします。失礼しました。戻りました。お前今
はい、電話の出方ね、はい、悪くはなかったけど、はい、まあ俺の電話な、はい、秘書としてお前預かってんだから、はい、な、はい、もっと自信持って、はい、な、はい、落ち着いて、はい、な、相手にないない、相手が何々さんですかとか、はい、熊谷さんですかと言ったら、はい、そうですと、はい、ゆっくりと落ち着いて、はい、な、自信持ってな、はい、うん、そうやって受けて、はい、でお前あと関西弁だからってお前ね、あのお前極力標準語によ、はい、あれしようなんてする必要ないもないから、はい、うん、そのまま自然体でお前自分のな、はい、スタイルで言葉で自信持ってお前、はい、電話出るようにしろ、はい、な、わかりました、それでやって頑張ってやれ、はい、わかりました、うん、失礼しました。もしね、そうだね、新しい若い衆が、うん、うちの門を、うん、熊谷組という組織のね門を叩いて入ってきた場合にね、まあ今までのスタイルと変えるかったら多分ほとんど変えないと思うんですよ。ただ変えるとこが一つどこにあるかと言ったら、まあ今まで私自身があまり若い衆の立場は、自分も若い衆の時代があったにもかかわらず若い衆の立場はあまり考えず、こうだからこうだぞと、こうだからこうなんだぞという、もうね、やっぱり川の水が上流から下流に流れるように上から下に物が言うのが当たり前のことだという、ね、考え方でやってたわけだから、そういった部分だけはこれ直さなきゃいけないなと。やっぱり若い衆に希望という夢をね与えながらついてこいと。どういう形で夢と希望を与えてかっていう部分で、ね、私の課題ですよ、ね、正直言って。それが以前と違う部分。ただ先ほども言ったけど、組織としてはやっぱり団結して長がこれで行くぞと言ったら、それにただ黙ってついてこいというふうな形で、あとは違う部分で優しさを出してやって、外資に対してね、そういうふうな気構えで組織を運営していこうというのが私の今の抱負っていうか、こうやっていかなきゃいけないという考えですね。おい、おうでしたね、おいじゃん、おいだったら来るわこれは。確かに。おい、はい、お茶持ちしてくれ。わかりました、失礼します、うん、失礼しました。開けてった方が確かな。そうなんですよ。池田君もったいないですよね。やっぱりな、秘書がな、やっぱり傷害事件起こしちゃダメだよな。え？
どのぐらい経ちましたっけ、秘書になってから。あいつ秘書になって3ヶ月ぐらいか。まだそんなもんでしたっけ。結構困ってますよね。でもな、もったいねえな。もったいないですよね、せっかく、そうっすね、もうちょっと。まあでもしょうがないっちゃしょうがないかもしれないですけどね、状況が分かんないですからね、やっぱ本人じゃなきゃ。個人のあれなんですかね。そうじゃないですか、やっぱ何とも言えないですけど。相手はもう退院したのか。いや、どうなんですかね。でも結構やったみたいですよもったいないですね、本当。でも何より早く出てきてもらうことを願うしかないもんな。残念だけど年内は間違いなく無理だろうしね。寒いっすもんね、まあこれあれば大丈夫でしょう。上下長袖でとりあえず寒さもこらえてくれと。じゃあ池田の顔でも見に行きますか。じゃあそうっすね。先生、正直言ってほら現行犯逮捕でね、そのあれなんだけど、本人は何て言ってます、そのあれってね、被害者とまあいわゆる喧嘩の状態になったということ、ただそのきっかけが、被害者が、本人を挑発したと、で本人はやはりそういう組織にな、いる人間だから本来本人から一般の人にね、手を出すという対応じゃないようです、ただ今被害者がかなり被害被って怪我の程度が大きいんで、まあ、病院の方で入院しているような状況です。彼が障害に及んだことはこれも動かしがたい事実だから、もう要するに被害者に対する被害弁償。でさっきの話ですけど、そのじゃあ20、これ1から22というレベルを超える形になる、基礎になる可能性的には強いですかね、これ。まずね、99% 基礎でしょ。それは彼がヤクザだから、もちろん被害の程度も大きいことは間違いない。通常の肩着、いわゆる一般の人がこういう事件を起こした時、その時にだったら、場合によれば罰金でね、済むこともありえるけれど、まず彼の場合には 99% 起訴でしょう。でだからそのタイトルヤクザという肩書きを持っててこうやったけど、今回池田は俺はヤクザもんだ、どこどこ何々組だっちって相手とやり取りしたんですか。いやいや、それは全くそういうことはない。やつがまたそんなことをね言った言わないで、そこも大きいポイント、キーポイントになるだろうし、それからね、もう一つ、彼の前科の問題、一つある。あ、ぜ、やつは前科あった。執行猶予がついた。少年時代じゃなくてですか。最近のね。だから彼が、あなたの、元に来る前に、起こした事件で、何のあれがあったんですか。公務執行妨害。公務執行、はい、で懲役1年の、3年か4年の執行猶予。だから今執行猶予期間中なんですよ。あれやつ何弁当持っちゃったんですか。だったら、いやそれ聞いてなかったから、じゃあそれだけですか。障害の、前科があるけれど、これは罰金前科。でもそうなるとそれ累犯になるね。だから今回の処分にも当然大きく影響してくるけどね。まあね、何度も言うけど、そういう教育したつもりもないし、ね、まあでも教育通りね、まあみんなハメ外す時もあるだろうし、多分結局数字言えば捕まってこれ1ですね。22と交流期間のね、どこでどうにしていくかというのもこれ勝負だと思うんですよ。まあそういえばこの前よ、手頭から聞いたんだけどさ、お前んところの若い人なんかパクられた。ご迷惑かけました。誰パクられた。
あの泊まるっていう射程なんですが、あのメガネかけた、あ、そうです、ね、あの若い子か、はい、バーベキュー行った時にあのメガネ、そうです、ね、ええ、ありがとうございます、ええ、まだ内で恐喝見せてた、付き合いをしてるあのガソリンスタンドがありましてですね、うん、でそこで勤めてた従業員の女性が、うん、妊娠しまして、うん、でそれに対する、ケア的な部分だとか、うん、責任を全く相手が取ってくれないと、うん、でまあ、連絡も取れなくて梨のつぶてだということ で、うん、でまあ、通常取引をしてるんで、うん、相談を泊まるが受けたと、うん、でまあ、そこに当然、そういう病院の保証だとか、うん、そういうものがありますんで、うん、金銭的な話も当然病院代として出ますですよね、うん、でそこで恐喝未遂ということで警察がその場で話を言ったところで持っていかれたというような次第で申し訳ありません、うん、まあ、まして、まあ他の、和外衆も諸々のやっぱり影響もありますですからね、このご時世やっぱり一人何かあればみんながやっぱり心配もしますし、その分負担もきますんでね、うんうん、まあ、どうしてもお前のことだからそういうのもな、それで家族のことも考えてあれしてるだろうし、はい、ただここのところうちの外資もバタバタってちょっと持っていかれてんな、はい、そうですね、うん、まあ持っていかれたっていうか、まあ池田にしても偶然、まあ突発的なアクシデントで、ええ、なあそういう傷害事件があって、ええ、まあそれのやつの場合な、まあまだ一人もんで家族もなく、はい、まあ身の回りも家庭はあれだから、はい、まあな、身の回りのことはまた別の意味であれして、どっちもお前さん泊まるか、家族いんのか、はい、うん、こういう時代だから、はい、まあお前な、お前の立場からして下の若い衆にそういう自己意識をよ、はい、くだらないことで持ってからでもしょうがないから、それちゃんとお前の方から言っとけ、はい、な、いますか、うん、おう、どうだよ、はい、どうなの、どうぞ、どうだよ、はい、なんだよあれ、誕生日プレゼント、お前、そうですね、何あれ、ありがとう、じゃあいいや、ベルト俺は腰に巻いといてやっか、いやダメです、それはなんでいや新品の方がいいじゃないですか、あ、そう、はい、もらっていい、どうぞどうぞ、まあなあ、なんとか出れればいいけど、はい、月曜日さ、登校行くだろ、はい、これ和外衆とあれとで、お前に渡しとくよ、これ差し入れしてくんない、あ、はい、あいつの大切にしてるメガネの、はい、あとこれね、クリーナー、はい、これ入れて、どうなのお前調子は、いや普通でしょ、あ、大丈夫でしょ、その普通のはずないだろう普通ですよね、普通パパいないでなんで普通なんだよ、いやちょっと寂しいぐらいなもんで、寂しいんだ、いや寂しくない、寂しいらしい寂しいんだ、うん、ご飯食べてんのちゃんと、はい食べてます、今日の飯何、カマスです、一人でカマス焼き食べてんのそんなやついないよな、魚焼くの、焼きますね、カマス焼かした方がいいよ、料理部なんだから、うん、でも弁護士と喋った、喋ってないですね、先生が言うには、はい、結局堂々と組織人であることを本人が言ってるからね、もともと午前の休憩だっただろう、はい、そうです、だから執行猶予がつくんだったら午後にもう即決で裁判やるんじゃないかって言ってたんだけど、うん、やっぱ組織人なのを強調してるのと俺の用事になってんじゃん、そうですね、ね、だそういうのがあるんじゃないかと、あ、なんとかなんかしてやりたいけどどうしようもないよな、そうなんですよね、うん、まあ、だって一般人だったらだってお前、いや、お金もらえる話じゃない、逆に、そうですね、捕まる話じゃないだろ、そうですね、だそうやって控訴するかどうかっていう問題がまだあるから、はい、それはだから兄貴とも相談して、ええ、うん、ただやっぱり何でもかんでも兄貴に迷惑かけるもいかないし、組織に迷惑かけるわけもいかないだろ、はい、そうですね、うん、はい、うん、そう、はい、だからお前留守の間一人で守るのもあれだったらうち来っか、いや大丈夫です、なんでお前それ嫌がってる嫌がってる、いいのお前これ微妙に断って、いやいや微妙にじゃないです、軽くですいや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 、おー、ごめんなさい、トップ行く前に、はい、
ああ、はいはいはい、どうぞどうぞ。おかん、ひろちゃん。うん、どうした。寒いですね。登校行く前にちょっと慎吾くんにお線香を、と思いまして、すいません、お邪魔してもいいですか。はい、どうぞ。もう差し入れのやつ持ってきた。はい、持ってきました。うん、こっちに入ってます。うん、ちょっとお線香よろしく。あ、そう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 、すいません。今日何時から？1時半からです。1時半から、はい、どうやって来たの？1人？いや、すねさんと若い人と来たの。はい。お、行ってみか、ちょっとな。うん、寒い。どうだよ、頑張ってっか、お前。はい。あ、うん、トマピン元気してんすか？元気ですよ。この間行った時超笑ってたよね。元気でしたよ。ニコ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 してますよ。まる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 してたよ。この寒い中、皆さんのおかげでお菓子が相当お菓子入ってるらしいよ。それそうなの？相当食べ、毎日毎日お菓子が入ってる。それ顔になんかいっぱい吹き出物が汚い。チョコレートとか食べ過ぎてバーって出てるらしいよ。本当ですか？誰？トマキは受けるんだけど出てこれたらいいけどね。いや、出てきていただかないと。妙だよね。ゴブゴブって言ってたからすっごい気にしてくれてましたよ、つって言っといてください。アピっといてください。アピっときます。アピっときます。アンリちゃんがつって。でも8分しかないんでね、アピールにも方法が短いですよね。トマピョン、2人の8分だったら結構長いんじゃないの？いや、うちら3人で来たから、みんな喋り、みんな喋ってて、ね、そう、時間ないけど、しかもおかんすっごい喋るし、私もっと楽しい話がしたいんだけどと思って。で、結構笑ってて、で、その後に、いや、ここはちゃんと言っとくことは言っとかないとダメかな、みたいな感じで、喋ってたらもうすぐだもん、8分なんか。なんでお前、何話してんの？そこまで聞こえてるよ。面会に行った会社。そうトマピョンの話。いや、そう。でもあれだよな。はい。なんとか自分なりにな、はい、こう考えながら元気にしてるよな。そうですね。はい。うん。な、みんなで和解しても。自分なりに考えてバクバク食ってんでしょ。ね。お菓子を。うん。とりあえずな、兄貴からもボスからも名誉を受けてるあれだから、一応差し入れだけはきちんとしてやっといてくれよ。あ、はい、わかりました。本人が寒い思いしないでいいように。はい、言った方がいいよ。はい、一番寒いのは私なんだからって、あんた分かってるって。はい、あ、な、言えたら8分なんで。はい、買ってきました。はい、買った。プレーボールとナックルズと召喚現在ですね。あ、入れましょうか。一緒に行かれます？いや、自分らはそこで待ってます。多分面会時間短いと思いますので、あ、自分ら一緒に行くと多分皆さんも話しづらいこともあるでしょうし。わかりました。はい、はい、じゃあすいません。じゃあよろしく伝えて。はい、わかりました。お前らとお前こうやって話すのも初めてだけどな。うん、お前最近お前俺らの世界の法律もお前うるさくなってよ。お前知ってるか、都条例なんてのはできて、お前ヤクザお前3人でいただけで、お前1回はお前解散しろって言って中止命令が出て、それで解散しなかったらお前捕まる時代になったんだぞ。あとお前そう公共の施設ホテルだとかそういうところに、ね、出入り禁止だとかそういった我々の世界に対するそのいわゆる国家のな姿勢がすごく厳しくなってきたと。そんな中でさなかでお前らやっていかなきゃいけない。もちろん俺もだけど、お前どう思うかってことは。いや、ヤクザの本質を分かってないです。
今のところは真面目にやれてるとは思ってる。ん？逆に昔に比べると、なんでって言いますか、なんでそういう差別をつけたかっていうのは、そういう同じ人間としてです。もちろんそれに当たっては俺らも悪いとこ当たる。例えばそういう暴力的な活発性に行動した部分だとかな、それをどん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 我々が世間を狭くして自分たちの首を絞めてきたのは事実だけど、俺なんかがそうだな、20歳ぐらいの時か、21歳ぐらいの時なんかは、俺らがこういう夜の前街を反対に警察みたいな夜の警察をやった、また店の人間たちもそういうの我々を頼ってきたもんだよ、ね、そういう時代にお前ら、まあ俺が一つ心残りっていうか、そういう時代のお前らに少し味わわせてやりたかったなと、それは思うよ。ただそれでも今こういう時代になっても、俺らはそれでも生きていかなきゃいけないわけじゃないか。じゃあこの司法のこの法律がこうやってうるさくなって改正されてよ、どうやって生きていく、ん、どうやって生きていけばいいと思う。アスベスト剥がした。また命かけたね。命かけて変な、こんなもうこんな全身なんか変な完全装備。なるほどね、ほんと宇宙服みたいな着て、ね、俺もラッパーやりながらこう。そうっすよね、ラッパーやってます。解体屋とか。解体、近いっすね。近いね、ラッパーで早く食いたいけどね。あ、ラッパーで食えるようになっちゃえばか。でもどう、違うこう世界にこうまた飛び込んで、前に比べて自由になったんだよ。うん、生活とか自由、うん、自由、やっぱ自由って言っちゃうと、うん、ちょっとなんか無理やりやってたみたいな感じになっちゃうんですけど。ああ、前の世界、うん、自由っていうよりもだから自分の時間ができましたよね、やっぱり。ああ、今こうしていられるのとか、うん、でどう、おふくろさんとかなんかこの生活とか見ててどうなんだろう。今まで多分心配だったと思うからさ。ああ、やっぱ心配なんですかね、親は。うん、まあね、そうだと思うけど。安心してんじゃないですか、そういう話はしないですけど。まあ、今までろくなことしてきてないんで。そうだね。まあでもこう
逆を言えばこう人ができない経験してきた人間だからね。まだあ、まあそれはあるかもしれない、うん、なるほどね。お互い頑張っていかないとねまあいい人も悪い人もいると思うから、そうなんかまた15キロ痩せるくらいショック受けるかもしれないけどさまあさらなるさらなるショックね。まあその時はね、なんつうのカッコつけで言うようだけど、この美の国は道徳の世界より広大であるって言ってやれば分かる人は分かんない。美の国は道徳の世界より広大である、すごいっすね、かっこいいっすね。俺が言ったことにしていいですか。ああ全然いいよ。その代わり久保田君使っちゃダメですよ。もうなんでだよ俺が言ったことだから。あ、そうか、もう言っちゃダメです。あの使わせてくださいみたいな行きますか。ヤクザだね、歩き方が。まだこれ直木流ですね直木流俺も真似しようか。それちょっとオーバーね。それちょっと無理やりじゃないですか。無理やりこうどけどけみたいな。ところでさ、どこ行ってたの？美の国は道徳の世界より広大である。理想の未来とはほど遠い、現実から遠い背を向けるように、全てを捨てて逃げ出した奴は一度は何かを目指したが、もう神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁、神と時が語った結末、絶望の暁。夜が明けまた光が差す、もういい加減嫌になる、そっと小さな背中丸めてただ待ち続ける一日の終わり、困り果て地の果てまで夢追いかけ、もう一度だけ何べんだってなんて思い、突っ走ったのも3年前、無謀に堂々振り回した鬼の金棒、その他もろもろ過去の行動にもろに間違いに当たる、場違いになる恥じらいになる、何も手につかず音もなく、神と時が語った結末、うろたえながらもただ耐え、前向かう力を与えた前、神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁、神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁。2005年、大掃除始めます。来年が、新たに綺麗に迎えられますように、また組長とか幹部が綺麗に気持ちよく迎えられますように、丁寧かつ敏速によろしくお願いします。トマール勝久直樹が組長室、応接間が染谷、平石、原田、高木、君側のこの真ん中、はい、若者室台所が下田、中原、小林、金内、綺麗によろしくお願いします。はい、これなんか入れとかない、これか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 、コウスケさ、うん、家にポスターとか貼ってんの？前は貼ったけど今は貼ってないの。貼ってんだ、うん、これポスターじゃねえけどさ、うん、あれだよな、
通芸能人とかのポスターじゃない あるとしても、これ自分の、まあ、これもポスターっていうのか分かんないけどさ、自分飾るってあんまねえよな。そうだけどやっぱすげえな、すげえな。そうだな、他の事務所とか行くともっとでかいの貼ったりとかするけど。今日お前晴れたしよ、よかったよな。でもお前よ、サンセットお前いつも雨降るけど、なんかジンクスあんのか。あれ射程会社が言うには、なんか雨、水の神様とかなんとか、ね、その例の話はされてました。観音様、観音様いつも泣いてんのか。どうなんすかね。え船長もう観音様ってもう、ね、慈悲深いのか。あれ慈悲深いじゃん。はい、俺分からない、俺カトリックだからもう、あの直樹なのですが、おじさんが壊れるとのことで、あの1時間ほど前に出しました。まあ、連絡は入ると思いますが、あの1日休み与えます。よろしくお願いします。今度お前一生懸命やっちゃそうやろな。だからお前今日三社だし、お前三社祭りも出てたろうと思ったのね。はい、じゃあよかった。それはその件分かったからよ。じゃあお前、はい、事務所残ってる。分かりました、はい、失礼します。気持ちをうちに秘め精進していく所存でございます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ、簡単ではございますが年頭の挨拶に返させていただきます。平成18年1月1日年頭の挨拶、石井千代蔵、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな今年も健康に留意して頑張ってってくれ。はい、はい、マリシュ、はい、マイクが落としてる。いただきます。いただきます。頑張ってるな。はい、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。よし、いや、あと当番入ってる人間、何か、いただきます。失礼しました。はい、いただきます。失礼します。はい、失礼します。で、俺聞いたよ。はい。で、お前の母親もお前みんなお前、親もお前みんな同じ町の出身で、お前中学もみんなお前みんな一緒みたいじゃないか。はい。うん。どうだよ、この世界どう思う？まあ。正直ヤクザっていうと、うん、まあ、周りにそういう人間がいないのもそうですし、まあ、中にはこう映画とか本とかを見て、うん、まあ、結構知ってる、まあ、友達にも いるんですけど、僕はそういうのも見なかったんで、正直今までほとんど無縁の世界だったんですけど、まあ、今回僕がまともな職にもつかずちょっとフラフラして遊んでまして、でその時今井さんに話をして、まあいい機会だから、まあ、修行をしにこっちに来た方がいいんじゃないかって話をもらいまして、でまあ自分でも悪いと思ってたんで、そういうフラフラしたりするのは自分でもいい機会だなと思って、
はい、うん、じゃあ分かった、それはその件分かったからよ。じゃあお前、はい、事務所に残ってる。分かりました、うん、はい、失礼します。よしよし、お願いします。何十代？何十代？三十代、四十代。浅草中学。右、左、右、左、右。浅草だけ、中央だけじゃよ。落ち着かないから決勝本部から戻ってきて。機動隊でしょ。そうだろ、機動隊なんですよ。だから、まず何だよ、言いましょう。だから、あれだろ、お前、あれしたら、みっちりからやるの。あの、な。うん、もしあんまり調子込んで、あれしたら。だから、引きずるし、みっちりくるところガチャ。半端じゃないですよ。だからもう、パクられるじゃないですか、もしないのか。さ、くちゃんくちゃにされますよね。そうだな。こんなに出されると思う。なんで掃除とか言っちゃう。それも真夜中に、うん、思い立ってやるぐらいでしょ。いや、しょうがないじゃん。ちゃんとできてんの。うん、へえ。偉いじゃん。買い物、え、買い出し、うん、飯の、うん、とか、うん、ご飯作るのじゃ。うん、何作るの。俺あんま、俺あんま、俺メインではやんねえけど、俺あんまできないから。できないよね、作ったことないもんね。野菜炒めしか。親指切ったし、この。なんで。もうやらない。どうしてみな。いや、ないよ、もう。見えない。右右右、あれ、銃持ってんじゃん。ただのハゲ親父じゃん。あれ俺だよ、あれ俺あれ俺だよ。いや、ちょっと待って、黙ってかっこいいから。黙ってた、本当に真剣に黙ってた。でもそんな好き、相川翔。大好き。そうか、別に。もうめちゃめちゃ大好き。竹内力の方がかっこいいけどな。いや、ちょっと無理。こういう役者映画ってさ、あんま出ないんだよな、事務所のシーンとかって。シーンワンシーンでは出たりするけどさ。シーンって何。え、説明めんどくせえな。だからワンシーンでは出るじゃん。あ、例えば、なんかの場面で映画でとか訪れて誰か客が来てとか、うん、そんなんで映るけどさ、うん、もうどの辺から立ってた。焼き追いが呼び覚ます古い記憶、思い出がのしかかる。ガキの頃手放し裸足で走る、無邪気にはしゃいだ暑い日々。もうあの夏は戻らない、まして大人に夏休みなんてもんじゃない。はい、またなんか厄介なことに巻き込まれてるとか、なんか悪いことし放題で、うん、警察からいっぱい電話もあるし、うん、ちょっと困ってんだけど。でもなんか他でアルバイトとかそういうの全然してないわけ。何もしてない。まあ、まあ、提案だけどね。変な話、うちのボスのとこに預けてみたら。
で、だからヤクザのところでしょ。そう、うん、もちろん、うん、それはちょっと嫌だ。他の団体だったら俺もほら紹介はちょっとヤクザだなんてね、うん、紹介とてもじゃないかできないけど、でも地元の人たちはみんな知ってるわけだし、うん、やっぱり熊谷っていう人がまあその若い頃から今のこの、うん、ポジションに来るまでのやっぱり歴史をみんな知ってるから、うん、だからそこだったら間違いないとこだし、うん、うん、ねえ、でもそう言ったら、うん、ねえ、うちの親にも言えないし、うん、人にもねえ言えることじゃないし、まあ、でもヤクザの世界っていうのはやっぱり礼儀作法から、うん、それまでやっぱりその人間性をその教育するための我慢強さ、うんうん、最終的には自分が決めることだから、そういうのは、うん、もちろん本人だって子供じゃないんだから自分でね、ヤクザに将来なるのかならないのか自分で決めることで、うん、まあ、すごく厳しくなってきたと。そんな中でさなかでお前らやっていかなきゃいけない、もちろん俺もだけど、お前どう思うわってことは。いや、ヤクザの本質を分かってないです。今のところは真面目にやれてるとは思ってる。ん、逆に昔に比べると、なんでって言いますか、なんでそういう差別をつけたかっていうのは、あ、そういう、同じ人間としてです。もちろんそれに当たっては俺らも悪いとこ当たる、うん、例えばそういう暴力的な活発性に行動した部分だとかな、それをどん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 我々が世間を狭くして自分たちの首を絞めてきたのは事実だけど、俺なんかがそうだな、20歳ぐらいの時か、21ぐらいの時なんかは、俺らがこういう夜の前街を反対に警察みたいな夜の警察をやった、また店の人間たちもそういうの我々を頼ってきたもんだよ、ね、そういう時代にお前ら、まあ俺が一つ心残りっていうか、そういう時代のお前らに少しは味わしてやりたかったなと、うん、それは思うよ。ただそれでも今こういう時代になっても俺らはそれでも生きていかなきゃいけないわけじゃないか。じゃあこの司法のこの法律がこうやってうるさくなって改正されてよ、どうやって生きていく、ん、どうやって生きていくといいと思う。ない絶望の明け月、紙と時が語った結末、絶望の暁、夜が明けまた光が差す、もういい加減嫌になる、そっと小さな背中丸めてただ待ち続ける一日の終わり、困り果て地の果てまで夢追いかけ、もう一度だけ何べんだってなんて思い突っ走ったのも3年前、無謀に堂々振り回した鬼の金棒、その他もろもろ過去の行動にもろに間違いに当たる、間違いになる、恥じらいになる、何も手につかず音もなく、神と時が語った結末、うろたえながらもただ耐え、前向かう力を与えた前、神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁、神と時が語った結末、光も見えない絶望の暁。わかりました。失礼します。こうやってこう90度ね、90度、はい、部屋はまあ前でも横でもいいから、はい、あの深々のちゃんと気持ちを込めて失礼します、うん、やって失礼します、もう一回やって失礼します、うん、そうだね、まあまうん、あとはもう気持ちを込めてちゃんと、で出るときは失礼しました、失礼しました、うん、そう、朝最初に来た時は、はい、おはようございます、おはようございます、おはようございます、うん、ここが、はい、組長のコップと、はい、うん、飲み物とか、これは組長のやつな、全部組長のやつ、はい、あとお客さんのコップと、はい、これは本部長のコップ、あ、はい、
この辺が、はい、お客さんとかのコップな、うん、若い人からのコップ、はい、でこっちから上が全部組長のやつ、はい、食器かな、全部組長のやつ、はい、うん、おしぼり、この奥の右側のが組長のです、はい、でこれが頭です、赤いのが、はい、でこれ本部長です、はい、で今ちょっと減ってますけど、こういう客人来た時出すようになってますから、うちのポット組長よやってる人間が裁判で裁判官に職業は何ですかと聞かれた時にヤクザですと、ヤクザという職業は何をするのかなと、甲子園に乗ってるのが、まあ、ヤクザという意味は乗ってるけど職業として乗ってるかと言ったら、これこうちょっとこれも私はちょっと職業としては乗ってないんじゃないかなとちょっと思うんですけど、まあうちの若い衆もいいこと言ったなと、いや普通一般的にはそういう時っていうのは無職とか自由業だとか裁判で、結局無職だ自由業だ言ってもあなたヤクザじゃないですかと言われるわけですから、きれい事言っても、でも無職だ自由業だってこれきれい事かってきれい事じゃないと思うし、それだったら正直に裁判の中法廷の中で堂々とヤクザ、お前の母親もお前みんなお前親もお前みんな同じ町の出身で、お前中学もみんなお前みんな一緒みたいじゃないか、はい、うん、ところでよ、この世界どう思う？まあ正直ヤクザっていうと、うん、まあ、周りにそういう人間がいないのもそうですし、まあ、中にはこう映画とか本とかを見て、うん、まあ、結構知ってる、まあ、友達にもいるんですけど、僕はそういうのも見なかったんで、正直今までほとんど無縁の世界だったんですけど、まあ、今回僕がまともな職にもつかずちょっとフラフラして遊んでまして、でその時今井さんに話をして、まあいい機会だから、まあ、修行をしにこっちに来た方がいいんじゃないかって話をもらいまして、でまあ自分でも悪いと思ってたんで、そういうフラフラしたりするのは自分でもいい機会だなと思ってこちらに伺いました、うん、まあこれから高校でな、はい、修行するにあたってお前いろんなことあると思うよ、はい、うん、よしゃない灼熱の太陽、俺には用はない、誰もが浮かれる憧れの真夏の夢、周りに煽られることもなく、ただ静かに時を待つ、過ぎ去れこの孤独の夏、やちほいが呼び覚ます、古い記憶思い出がのしかかる、ガキの頃手放し裸足で走る、無邪気にはしゃいだ暑い日々、もうあの夏は戻らない、まして大人に夏休みなんてもんじゃない、はい、どうぞ。差し入れのやつ持ってきた？はい、
持ってきました。こっちに入ってます。ちょっとお線香よろしくお願いします。どうぞどうぞ。何時から？1時半からです。1時半から、はい、どうで来たの？1人？いや、すみさんと若い人と来たの。はい、お行ってみか、ちょっとな。うん、寒い。どうだよ、頑張ってっか、お前。はい。トマピン、元気してんすか？元気ですよ。この間行った時、超笑ってたよね。元気でしたよ。ニコ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 してますよ。まる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 してたよ。この寒い中皆さんのおかげでお菓子が相当お菓子入ってるらしいよ。それそうなの？相当食べ、毎日毎日お菓子が入ってる。それ顔になんかいっぱい吹き出物が汚い。チョコレートとか食べ過ぎてバーって出てるらしいよ。本当ですか？誰トマキは受けるんだけど出てこれたらいいけどね。いや、出てきていただかないと。だよね、ゴブゴブって言ってたから。すっごい気にしてくれてました。来年は、車の運転は、もっとピシピシ行くように頑張ります。来年はより一層頑張っていきたいのでよろしくお願いします。ソメヤです。来年は今年以上に人気を頑張りたいと思います。お願いします。それではご判断ください。中締めの温度、熊谷組はい、いたします。激動の1年でした。とりあえずな、兄貴からもボスからも名誉を受けてるあれだから、一応差し入れだけはきちんとしてやっといてくれよ。あ、はい、わかりました。本人が寒い思いしないでいいように。はい、言った方がいいよ。一番寒いのは私なんだからってあんた分かってるって。はい、あ、な、言えたら8分なんで。はい、買ってきました。プレーボールとナックルズと召喚現在ですね。あ、入れましょうか。一緒に行かれます？いや、自分らはそこで待ってます。多分面会時間短いと思いますので、あ、自分ら一緒に行くと多分皆さんも話しづらいこともあるでしょうし。わかりました。はい、はい、じゃあすいません。じゃあよろしく伝えて。はい、わかりました。お前らとお前こうやって話すのも初めてだけどな。お前最近お前お今回3回目に一緒に来ていただいて、こうやって
お祈りしてくれてたことを心から神父さん感謝します。お、失礼します。今回の用、はい、秘書の件に関してお前自分から率先してお前手挙げたらしいじゃないか。はい、うん、男前そのぐらいのやっぱり気合い入れなきゃな。はい、うん、ただそれでそれからお前幹部連中がみんなでお前協議した結果お前でどうですかと、はい、いうことで射程頭からよ、はい、話が来て、はい、なのでそのぐらい自分自身でお前気合い入れてんだったら、はい、ね、自分でそういうふうな気持ちを持ってんだったら、はい、うん、分かったと。はい、ケースで、やりたくないと、もうでもその聞く聞かないはやっぱりその姿勢、今までやってきたその人間の一生懸命やってここまであれしたのに、なんでやめるあれがあるのかなと。でもそれでもやめるというようになったらこれは、ただやめるにあたってはしっかりとしたけじめというものをつけてきちんとした形をあれしてさっと去る、もちろん名前を語るとか元ここへいたとかそんなことはさせないというふうに、まあ組組によって違いますけど、私の考え方はやりたくないものをいさせる必要もないというのが私自身の考えであるし、またそれはこれは変えるつもりもありません。昔は指を詰めたりなんだりというやり方をしたと思うけど、今の時代に指を詰めて、じゃあその人間が社会で生きていくにあたって指がなかったらやっぱり勤まるところでも勤まれない部分もあるし、そういったけじめじゃなく、ここでの出来事は全部頭の中からインプットしたものは消せと、また熊谷という名前も忘れると、後悔もするなと。そんで何が最近の生活は別に別に変わんないよ。何やってんの毎日。掃除。え、掃除どこの掃除。え、何の掃除。何のって何。あ、ちょっと駅の掃除すんの俺。それ家で掃除もしないくせになんで掃除とか言っちゃう。それも真夜中に、うん、思い立ってやるぐらいでしょ。いや、しょうがないじゃん。ちゃんとできてんの。うん、へえ。偉いじゃん。買い物。え、買い出し。うん、飯の。うん、そうか、うん、ご飯作るのじゃ。うん、何作るの。俺あんま、俺あんま、俺メインではやんねえけど、まあ、あんまできないから。できないよね。作ったことないもんね。野菜の飯か。親指切ったし、この。なんで？もうやらない。どうしてみな？やらないよ、もう。見える。右。あれ、銃持ってんじゃん。ただのハゲ親父じゃん。あれ俺だよ。バカじゃん。あれ俺だよ。いや、ちょっと待って、黙って、かっこいいから。黙ってた、本当に真剣に黙ってた。でも、そんな好きやいかわしょ。大好き。そうか、別に。もうめちゃめちゃ大好き。竹内力の方がかっこいいかな。今日前晴れたしよ。よかったよな。でもお前よ、サンセットお前いつも雨降るけど、なんかジンクスあんのか。あれ射程会社が言うには、なんかえ、雨、水の神様とかなんとかですね、の話されてました。観音様、ええ、観音様いつも泣いてんのか。どうなんすかね。え、先生もう観音様っても、ね、慈悲深いのか。あれ慈悲深いじゃん。ん、はい、俺分からない、俺カトリックだからね。あの、直
青木なのですが、うん、おじさんが具合悪いとのことで1時間ほど前に出しました。まあ、連絡は入ると思いますが、うん、1日休み与えます、うん、よろしくお願いします、うんうん、もちろん被害の程度も大きいことは間違いない、うん、通常の肩着、うん、いわゆる一般の人が、うん、こういう事件を起こした時、うん、その時にだったら、うん、場合によれば罰金でね、うん、済むこともあり得るけれど、うん、まず彼の場合には 99% 起訴でしょう、うん、でだからそのタイトルヤクザという肩書きを持っててこうやったけど、今回池田は俺はヤクザもんだどこどこ何々組だっちって相手とやり取りしたんですか。いやいや、それは全くそういうことはない。やつがまたそんなことをね言った言わないで、そこも大きいポイントキーポイントになるだろうし、うん、あ、それからね、もう一つ、彼の前科の問題一つある。あ、ぜやつは前科あった。うん、執行猶予がついた。少年時代じゃなくてですか。うん、うん、最近のね、あ、だから彼が、うん、あなたの、元に来る前に、起こした事件で、何のあれがあったんですか。公務執行妨害。公務執行、はい、うん、で懲役1年の、3年か4年の執行猶予、だから今執行猶予期間中なんですよ。あれ、やつ何弁当持っちゃったんですか。だったら、お久しぶりです。久しぶり、ご無沙汰してます。久しぶりだね、本当に。いや、かなり久しぶりですよ。やったね。15キロやってます。15キロで、ちゃんと15キロやってて、いや、もう精神的に大変だった。すいません、そういうところ。いえいえ、心配したけど元気でよかったよ。元気そうで。元気ですか。元気。ちょっと行こうか。どこ行きます。場所変えますか。タバコある。あります。それタバコっすか。タバコ好きじゃないですか。あったあった。寒いね。寒いですね。今、仕事始めたの。仕事今、アスベスト。アスベスト。アスベスト。アスベスト剥がした。また命かけたね。命かけて。変な、こんなもん、こんな。全身。全身なんか変な。完全装備。なるほどね。ほんと宇宙服みたいなの着て。ね。俺も、ラッパーやりながら、こう。そうっすよね。ラッパーやってます。解体屋とか。買いたい、うん、近いですね。近いね。ラッパーで早く食いたいけどね。ああ、ラッパーで食えるようになっちゃえば。ただ純ちゃんさん、よければ俺から息子さんに話はするけど、私行ってくるわ。はい。宮崎さん入ります。失礼します。こちらが渡辺の、息子で、直樹言います。はじめまして、渡辺直樹です。失礼します。俺聞いたよ。はい。で、お前の母親もお前みんな、お前親もお前みんな同じ町の出身で、お前近くもみんなお前みんな一緒みたいじゃないか。はい。うん。ところでよ、この世界どう思う。まあ正直ヤクザって言うと、うん、終わらない瞑想で終わらない迷宮探し出せ成功。
チェ企業でしょう。宣言企業、暴力団排除、宣言の店、警察から出して、でそこのオーナーさんないし責任者レベルの人たちが集まって、その地域地域のあの警察、まあどっか会場を借りて、まあそれは警察の場所でやるのかどこでやるのかはわからないけど、そういったところでまあ警察が例えばこのエリアだとこのエリアにどういう組があって何団体あってどういうことをその店に、例えばこの店を構えてたら店に対して要求してくるものだとか、そういうものを一切受け入れないようにしてくださいと、いろんなそのまあ豆知識的な部分、一般の人がわからない部分だとか、そういったものをやってると思う。